はい、皆さんこんにちは、グッチフィルムです。本日もご視聴ありがとうございます。でさて今回はこちら、アクションカメラのお話になります。でアクションカメラっていうと、まあ、自分が映像を作る上で本当重要なカメラで、まあ、こういったあのミラーレスカメラでは撮れないような、まあ、例えばあの水の中の映像であったり、それからまあバイクとか自転車に取り付けて、まあ、スピード感のある映像を作るときに使ったりですね、まあ、あるいはサーフィンとかスノーボードみたいに、まあ、激しい運動を伴うようなそういった映像を撮りたいときに、まあ、こういったアクションカメラで撮るわけなんですけども、まあ、そういった迫力のある映像を作る上で本当欠かせないカメラだというふうに思います。また、まあ、非常にコンパクトなのでこういうふうにまあ胸に取り付けてあの撮影したり、まあ、あるいはちょっとしたところに取り付けて、まあ、臨場感のある映像が撮影できたりと、使い方次第で非常に面白い映像になるかなというふうに思います。がしかしですね、あのこのアクションカメラ全く問題がないかっていうと実はそうではなくって、まあ、自分が思う最大の弱点がこういったミラーレスカメラで撮った映像にこのアクションカメラの映像を差し込む時にどうしてもその画質の差といいますか、まあ、特に色味の差が出たりします。そういった中でこの色味を合わせるっていうのでかなり苦労したりすることがあります。で今回この DJI の Osmo Action 4なんですが、実は 10bit のログ撮影ができるということで、まあ、その辺を試してみたいと思います。でログ撮影自体は今までのこういったアクションカメラでもできたんですけども、今回は 10bit でのログ撮影ができるということで、まあ、どれだけあのグレーディング体制に上がったかと、そういったところをチェックできたらなというふうに思います。でまずは、先日このアクションカメラだけで撮ってきた映像がありますのでそちらをご覧ください。Of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you.Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. はい、いかがだったでしょうか。あの撮影条件的には結構空が曇っていて、まあまりいいとは言えなかったかと思うんですけども。まあ、特に露出オートで撮影すると、まあ、空の明るさに露出を合わせに行っちゃうので、まあ、どうしても紅葉が暗く映ってしまうというようなことになりました。なので、まあ、基本露出はマニュアルで合わせて撮影してます。で帰ってきて色編集なんかしてると、まあ、なんて言いますか、まあ、今までのアクションカメラで撮った映像よりも色が乗りやすいと言いますか、編集していてすごくやりやすかったかなっていうような印象は受けました。で参考までにこの2世代前のアクション2で同じ条件で取り比べた映像がありますのでそちらをご覧ください。アクション2の D シネライクと比較してみます。でやっぱり D シネライクに比べると D ログ M の方が淡い薄い色で撮影することとなりますが、まあ、ソニーの S ログ3なんかと比べると若干濃いめのログ撮影になってるのかなっていうような印象ですね。でラットを当ててやると、まあ、どっちが Osmo Action 4かわからないぐらいのレベルにはなるんですけども、ちょっとよく見るとやっぱシャドウ部分で差が出てるかなっていうような印象ですかね。と夕日なんかを撮影してグラデーション部分で確認してやるとより差が出たかなっていうような感じはするんですけども、
まあ、今回はちょっとできなかったので、また次回何かの機会にやってみたいと思います。はい、それでは最後にこの DJI の Osmo Action 4 の、マイク性能についてもテストしてたので、そちらをご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。まあ、さすがにちょっと紅葉には早すぎたかなっていう気はしましたけども、まあ、いい映像が撮れたかなっていうふうに思います。で、参考までにちょっとマイク性能もチェックしておきたいと思います。と DJI マイクを1回つけて試してみたいと思います。はい、ペアリングが完了しました。音声どうでしょうか。まあ、多分こっちの方が若干聞き取りやすいのかなというのは気はしますけども、まあ、それは帰ってから試してみたいというふうに思います。思ってたよりも、まあ、綺麗に拾ってるかなというふうに思うんですけども、ただ今回からマイクの指向性が全方位となってます。で、今までの DJI のアクションカメラでいけば指向性を選べたんですけども、今回から選べなくなってます。なのでこうやってまあ自撮りをしながら撮影するとなると、まあ、声自体も綺麗に拾うんですけども、例えばその周りの音がうるさかったりするとですね、まあ、車の音とかそういったものも大きく拾ってしまうので、まあ、環境によってはちょっと辛いかなっていう場面があるかなと思います。やっぱり自撮りをしながら Vlog みたいなのを撮るとすると、まあ、こういった DJI マイクなんかをつけて綺麗に声を取ってやる必要があるかなっていうふうには思いました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回この Osmo Action 4を実際に使ってみて、かなり使いやすくなってるなっていうような印象を受けました。で、熱耐性もかなり上がっているようで、長時間回していても熱暴走で止まるっていうこともなかったですし、それからバッテリー持ちもかなり良くなっているのかなというふうに思いました。で、またですね、まあ、なんといってもセンサーサイズが大きくなったので、まあ、画質も綺麗になってますし、あと、まあ、今回試してはないんですけども、まあ、暗所にも強くなったのかなというふうに思います。なので、まあ、これからはこちらのアクションカメラを、まあ、メインに使っていきたいかなっていうふうに思います。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、それから評価の方もよろしくお願いします。またですね、コメントなんかもいただけると嬉しいのでよろしくお願いします。はい、それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。